孫悟との命はなった。左近は間髪入れず画竜転生でいう竜の目であり、同盟の要となる男左近はその信長を解き動かすべく官兵と共に、この動きを見た復帰は左近の行動に焦りを感じ、だが心配する復帰に振り返る左近。さて信長さんは協力してくれますか？大丈夫ですよ左近殿、信長様もきっと分かってくださいます。最後に一番口説きにくいお方を残しちまった気がしますよね。左近殿、前方の古老館をご覧ください。あれは清盛と董卓。敵さんもやりますね。俺たちと信長公との合流を阻むつもりだ。当選簿ってわけかい。とうとうだったら腕ずくで抜いた。威勢のいい言葉だ。勇気づけられますよ。それじゃ。攻め通せ。このざまじゃ信長公に話すら聞けない。まさか敵の流れを止めてみますかね。
める。面白くなってきたわ。すまねえ。
これで軍師の看板を下ろさずに済む。じゃあ清盛さんを叩きに参りましょうか。信長様、ご無沙汰しておりました。関東軍が成長、見定めよう。こしゃく、清盛が恐ろしさを思い知らせてやろうぞ。行きますか。宗卓よ、兵の働き次第で恩賞は思いのままぞ。うわあ、腕が鳴るわ。
勝利、打ち取ったわ。敵将撃ち取ったり、織田の皆様方、オロチ復活阻止のためこれからもよろしく頼みますよ。左近の尽力、わしらの耳にも届いとった。何でも協力したので。では信長公、謙信公とともに白帝城にいる清盛を倒してきていただけますかね。早速かい。人使いが荒いのう。